あ、自分もこうトレーニングすればできるようになるんだ。僕はもうやる気次第でいつからでも取り組むことができるし、ね、うん、学校の体育の授業であってもいいぐらい選手の時やりたかったですね。皆さんこんにちは、アジリズムの木下です。今回アジリズムの YouTube チャンネルの方で、今後の企画としてアスリートや指導者の方たちをお招きして、実際に僕と一緒にトレーニング、アジリズムのトレーニングを体験していただいたり、まあ、その後対談をさせていただいたりして、いろんな情報をこの YouTube 番組を通して、発信していきたいなという思いから、こういった企画を今後ちょっとやっていきたいなと思っています。それでは記念すべき第1回目になりますかね、ゲストをお招きしています。今期まで福岡ソフトバンクホークスの方で投手コーチを務められて、ご活躍された元プロ野球選手の倉野真二さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。倉野さんとは、まあ、以前に一度アジリズムを体験していただいたことがあるんですけども、はい、久しぶりにアジリズムの方を体験していただいて、いかがでしたか？はい、本当に僕リズム感がないのをすごくこう自分の中で、選手の時もそうでしたし、まあ普段からそうですけど、リズム感がすごくないという自覚がすごくあって、で、あ、自分もこうトレーニングすればあできるようになるんだっていうのはちょっと実感できましたね。はい、で一番最初にそのトレーニングの中で行ったような、まあ、アイソレーションっていう部分のトレーニングとかで、ああい こう体に本当にこう意識して、こう例えば首なら首だけとか、肩なら肩とか、部分的に意識してこう、まあ、ウォーミングアップでしたり動きの作り方っていうものをやっていくトレーニングっていうのは、この今までの選手生活の中でだったり、キャリアの中であったりとか、今こういうプロ野球のプロの世界とかでも、そういうトレーニングとかっていうのはあったりするんですか？まあ、あるのはあるんですけど、実際こう首だけ、肩だけ、骨盤だけとか、その細かく分けて一つ一つ動かすっていうのはやっぱり少ないなというふうに感じて、どうしてもその動かないところの部分を代償、他の部分で代償してしまう動きがすごい多いんですよね。それってやっぱりピッチングでも言えることですし、代償運動が入ってしまうとうまく連動しなかったりするので、やっぱこうやって一つ一つこう動かす練習をしていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなというふうには僕は思いました。いろんなこう格闘技とかスポーツとか表現方法がある中で、それぞれ そのスポーツの中で必要となる技術っていうのはそれぞれあると思うんですけども、まあ、ダンスも含めて考えると、やっぱこうゲームじゃないんで、こう自分の体を使ってそのスポーツの中でパフォーマンスを発揮していくっていうことに関しては、僕はスポーツも格闘技もダンスとかも全部この元は一緒だと思っていて、なので自分がそのどのスポーツやこう格闘技とかやりたいと思う道を選ぶかは自由だと思うんですけども、結局その中でこう楽しむ中で力を発揮していく中で、やっぱりこう自分のイメージ、思ったことをこうそのスポーツの動きで表現していく中で、こう体をコントロールする、動かしていくってことはすごいこう基礎としてやっぱ大事っていう部分は、僕自身はダンスを通じて身につけて、うん、でその中にたまたまやっぱこう音楽に合わせてやるっていう部分でリズム感とかも当然要求されるんですけども、うん、ただ僕の方ではやっぱあこれ音楽とか使ってるわけでもないけども、先ほど倉野さんがおっしゃられたように、こう例えば野球だったバッティングとかピッチングとかキャッチングする際に、こう体の連動性とかうまく動かすっていうことはすごい大事だなと思っていて、まあ、そういう中でこうダンスの中での動きとか、まあ、基礎的な動きっていうものをスポーツ選手とかにもこうトレーニングという形でやっていく中で、すごいこうパフォーマンスとかにつながってくるんではないかなと思って、こういうアジリズムっていうものを立ち上げて指導させてもらってるんですけども、
さまざまな本当トレーニングあるじゃないですか今、うん、このご時世。そうですね。でその中で倉野さんから見て、まあ、今回そのアジリズムっていうものを久々にこう体験していただいて、この倉野さんから見てこのプロ野球選手もしくはこの野球というスポーツの中で、こういうアジリズムのようなトレーニングをやるとこういう可能性が今後こういう選手が出てくるんじゃないか、うん、こういうふうに選手をこう育成できるんじゃないかっていう点とかもしあれば教えていただきたいなと思います。そうですね、やっぱり僕もコーチをずっとしてましたけども、例えばフォームをこう修正したりとかするときにこうしてみよう、こういうふうに動かしてみようっていうアドバイスをするんですけども、やっぱ選手個々によって反応が違うんですよね。その自分のイメージとか意識とかその通りに動かせれる人がいれば、全く自分はこうやって動かしたいのに全然こういうふうに動いてくれないみたいなところがすごくここで、違いが出まして、やっぱこうアジリズムを僕が体験して思ったのは、自分のイメージ通り意識通りにいかに自分が動かせてないかっていうことに気づいたんで、あ、じゃあこれって本当にこう自分のイメージ通り意識通りに体を自由に動かせられるようになったとしたら、やっぱパフォーマンス、まあ、例えばピッチャーでいうとピッチングフォームでもこうしたい、こういう動きをしたいっていうのにすぐつながる、動きにつながり、それでそれがパフォーマンスアップにつながるという、だから要は体の反応というか、それはすごく大事なことなんじゃないかなと。なのでそういう僕がコーチをやっていてこうアドバイスとかした時に、やっぱりいち早く自分のものにできる人とそうでない人ってすごく分かれるので、もちろんものにできた人の方が結果を残していくスピードが速いので、やっぱこれはかなり重要なことじゃないかなと。うん、本当に僕も選手の時やりたかったですねこれよくプロの選手たちとか、はい、パーソナルとかいろいろトレーニングさせてもらう機会があるじゃないですか。そうするとやっぱりみんな自分たちが小学校の頃にあればよかったとか、うん、やってたら今もうちょっとあれだったのかなっていうことをみんなおっしゃってくれるんですけど、僕はもう本当やる気次第で、本当まあ子どもの頃からこうやることで、うん、確かにこう先の可能性っていうのはものすごく広がると思うし、うん、でもこう現役でやってるんであればいつからでも取り組むことができるし、うん、できなかった全くできなかった動きができるよう当たり前にできるようになってきたっていうことを体の中でこう作っていくと、多分その練習をしたわけじゃないんだけども、うん、自分のスポーツでいつもやってる動きをやった時に、うん、もっとなんか力の伝え方とかが向上してたりとか、うん、自分でもあれなんか体の感覚がちょっとすごい前よりなんか違うなとか、うん、多分トップレベルの選手ってそういう感覚とかセンサーも多分結構発達というか、うん、いいものあると思って感じるのかなっていうのはこうすごい僕も思っていまして、で先ほど倉野さんの話も聞いてて、えっと思ったのはソフトバンクでパリーグの中でも押すというか強いイメージがすごいあるんですけど、そのこのチームのこうプロとして入ってくる選手の中でも倉野さんが見てて体を動かすこと、この言われたことを見つけるの遅いって感じるレベルの選手は、うん、プロのレベルでやっぱりいる。いやもう全然いますね、うん、やっぱ野球っていうスポーツは1球1球ワンプレーワンプレー止まるので、試合が、はい、例えばサッカーとかバスケとか時間内で、点を取り合うっていうスポーツではないので、時間が関係ないので、もうワンプレーワンプレーで時間が止まるスポーツっていう特性があって、そういうスポーツってあんまりないですよね、その、うん、少ないとは思うんですけど、うん、だからそこでじゃあリズム感ってどれだけ大事なのかっていうところにはなるとは思うんですけど、やっぱりそのサッカーとかバスケとかこう時間内で動きっぱなしの方がリズム感ってより大事になるとは思うんですけども、まあ、先ほどおっしゃられたようにそのいろんなトレーニングが今あって、でいろんな理論があって、でもそのトレーニングをやる前の基礎の基礎、要は自分の体を意識通りにより動かせれるようになれば、その今やってるトレーニングもさらに効果が上がるんじゃないかなというふうにはすごく思うし、本当大人になるとやっぱり
ね、その体の反応がやっぱり染みついたものがあるので、なかなか反応はしてくれないですけど、少しずつコツコツやっていくことで絶対変われると思うし、それだけ人間の可能性って、すごく大きいものだと思いますし、もっと、ね、言えば子どもの時から本当にこういうのってやってほしいなって思いますよね。もう学校の体育の授業であってもいいぐらいだと思うんですけどね。ダンスとかが、ね、はい、体育の授業とかにも入ったりしてるん で、そうですね、こう音楽に合わせてこう体を動かす、だけどどうしてもこう僕はこの日本の教育というか文化の中で、本来もっと本当自分が動きたい時に動くとか、楽しみたい時にやりたいことやるっていうものをこうある程度こうカルチャーとして広まってくると、どうしてもこう教育に入ってくるのが、そうなってしまうとこう、まあ、いろんな人が触れることにはなるんだけれども、好きでやることがやっぱ一番だと思っていて、特にダンスってやっぱ言葉というかこうイメージ的にこうダンススクールとかありますけど、こう大工の授業をやらされるものになってしまうと、こうちょっとそこはどうなのかなって思う部分僕もあったりするんですけども、海外とか目を向けると、今言ったのが教育とかではなくて、こう自然にこうノリのいい音楽とかがかかると、それこそおばあちゃんおじいちゃんとか子供たちとかが、まあ、周りの目をこうはばからず踊り出したりとか、歌い出したり動き出したりとかで、結構本当南米とかアメリカとかヨーロッパ、本当こう外人で言ってしまってもいいぐらい日本人と差があるなっていうのは、僕も何カ国か行った時に感じたんですけど、やっぱそういうのを福永さんとかも目にしてきました。そうですね、僕もウィンターリーグで中南米の方にもう延べ8ヶ月ぐらい行かせてもらったんですけど、やっぱり向こうのラテン系の国っていうのは、そのこう音楽がかかったらどこでもこう自然にこう体がリズムを取るというか、そういうのをすごくもうそれが自然なんですよね。子供であってももうなんかこう踊ってるみたいな、なんかそれがなんかこう生活の中でもう普通に根付いているというか、もうそれが当たり前のように自然に体が動いているような、そういうところはすごく目にできたんで、あ、やっぱりなんか楽しそうだなってまず思いましたよね。そういうところで、なんか日本のとの違い、なんかどっちかというと僕はそうだったんですけど、そのこう踊ったりこうリズムを取るっていうのがちょっと恥ずかしかったり、なんかそういうのをすごく感じて今まで来たので、でもこれって別に踊りたいとかそういうわけではなくて、なんか生活の一部でなんかそういうふうに体を動かすことってすごく大切じゃないかなと。だからやっぱりこうリズムトレーニングっていうと、なんかダンスのためにトレーニングするんだとかっていうイメージがあるんですけど、僕も今までそう思ってたんですね。なのでエアロビとか、なんかこういうダンストレーニングってちょっとこう、あ、自分には関係ないものかなって思ってたんですけど、イメージがパッと出ますよね。そうですね、日本の中で育っていくと、はい、音楽に合わせて体を動かすってやると、僕でも出ます。やっぱりダンスもありますけど、だからこうエクササイズ、そうですね、エアロビクスみたいな、それは確かにあります、だからなんかもっとこう子供の時からそういうダンスのためにじゃなくて、本当に僕こう身体能力というか、それを高めるための基礎の部分で、これがリズム感が出てきて、で自分が思うように体が動かせられるようになった時に、もっともっとそのどのスポーツをしたとしても可能性ってすごく広がってくるんじゃないかなっていうのはすごく感じましたね。ありがとうございます。海外とか目を向けると、日本のとの違い、日本人って結構そこやりきったりするのは、いいピッチャーの条件、悪かった時の修正能力が高いピッチャー、体に対するケアとか